ニューグレンジニューグレンジアイルランド内の位置、ニューグレンジはアイルランドミース県のブルーナボーニャ遺跡群にある沿道墳の一つ。世界的にも有名な戦士時代の遺跡の一つであり、アイルランド島で最も有名な戦士時代の遺跡である。一年で最も日が短い当時の明け方、太陽光が長い沿道にまっすぐ入社し、部屋の床を短時間だけ照らすように建設されている。 本来のニューグレンジは、紀元前3100年から紀元前2900年の間に建設された。つまり約5000年前のものである。放射性炭素年代測定によれば、エジプトのギザの大ピラミッドよりも500年ほど古く、ストーンヘンジよりも約1000年先行している。新石器時代には、ニューグレンジが何らかの儀式に使われ続けたと見られている。 新たな記念碑として、中央の塚の南東の環状牧中列や西の小さな環状牧中列が追加された。東の環状牧中列は、穴が五重の同心円状に並んでいる。外側の穴の列には、木柱も残っていた。次の列の穴は、内側が粘土で覆われていて、動物の死骸を燃やすのに使われていた。さらに内側の三つの穴の列には、 動物の骨を埋めるのに使われていた。この環状牧中列からは、ビーカー式土器や角石の破片が見つかっている。西の環状牧中列には、掘った手柱の跡が二重の同心円状に並び、その直径は20メートルである。塚の南側と西側の周辺に、粘土の同心円状の塚が建設され、それ以前にあった柱と溝の2本の平行線からなる。 構造を覆っている。塚を取り巻くように大きな石を環状に並べた構造が建設されている。入り口付近には17箇所で火を灯した跡がある。ニューグレンジのこのような構造はブルーナボーニャのいくつかのヘンと共通である。1905年に撮影されたニューグレンジの入り口部分、ニューグレンジとその秘密は塚が崩れたため、 五千年近くにわたって土中に、秘匿されていた。1142年、この地は首都派のメリフォント修道院の所有する農地の一部となった。この農地はグレインジズと呼ばれた。1378年にはザ、ザニューグレインジがそのまま地名となった。1688年の名誉革命の際に、この土地が没収され、チャールズ・キャンベルが新たな領主となった。 1699年夏、キャンベルの使用人たちが建材用の石を探していて遺跡を発見した。彼らが最初に発見したのは入り口にあった彫刻が施された石である。間もなく彼らは洞窟と思われるものを発見したが、さらなる調査でそれが大きな部屋に通じる人口の長く狭い通路であることが判明した。使用人たちがキャンベルに その発見を知らせると、キャンベルは、ウェールズの考古家で、博物学者、言語学者のエドワード・ルイドに連絡した。ルイドが調査を行ったため、一般にルイドが、発見者と言われるようになる。2体の人骨を発見したという主張により、この塚は墓だと確信されるようになった。この塚を墓とすることに最初に疑問を呈したのは、 英国第10不評連帯所属の陸軍士官で、測量技師のチャールズ・バレンシーで、その著書、コレクティネイヤでリブス・ハイバニカスでのことだった。彼はこの巨石を使った塚が墓所というよりも、天文学に関連した施設だと信じていたが、当時は嘲笑されるだけだった。1983年、マルチン・ブレナンは、著書ザ・スターズ・ザ・ストーンズ、 エンシェントアートアストロノミー・イン・アイルランドで、この塚が墓所だという説がまやかしであることを詳細に論破した。ユニバーシティ・カレッジ、航空考古学科のマイケル・ジェイオー、ケリー教授の指揮で、1962年から1975年まで、ニューグレンジの発掘と復元を実施した。石と芝生で覆われた塚であり、97個の大きな、園石で囲まれ、 そこに白い景岩と花崗岩でできた内側に、やや傾斜した高い壁がある。石の多くは、周辺のものだが、正面の壁に使われている景岩と花崗岩の産地は、もっと遠く、おそらく、ウィックローとダンドーク湾から運ばれたものと考えられている。復元に際して、ほぼ垂直な鉄筋コンクリートの壁を塚の入り口から、両側に建設し、 そこに石壁を形成する白い渓岩などを固定するようにした。このような復元方式は特に考古学会で論争を呼んだ。批判的な考古学者は、この塚が建設された当時、このような角度で石壁を固定する技術は存在しなかったと主張している。白い渓岩は塚の前に敷き詰められ、広場になっていたという説もある。ノウスでは、 そちらの説が採用され、復元に際して、軽岩の石を塚の前に敷き詰めて、広場を形成した。ニューグレンジの塚は、差し渡し76メートル、高さ12メートルで、面積は0.4ヘクタールである。塚の内部には、塚の差し渡しの3分の1ほどの長い通路がまっすぐ、伸びていて、その先端に十字型の部屋がある。 通路自体は18メートル以上ある。母室と思われる部屋の屋根は持ち送りアーチになっていて、最高点は床から6メートルの高さである。屋根は5000年の間そのまま保持され、防水性も保ったままだった。正面前景、ニューグレンジ周辺にはいくつも沿道墳があり、ノウスやドースが有名である。それらはニューグレンジと同時代のもので、 それらと37個の小さめの墳墓が、ブルーナ・ボーニャの遺跡群を形成している。入り口前にあった彫刻を施された、巨石入り口にある巨大な石の平板には渦巻き、模様と、菱形紋があり、この3つの渦巻き模様は、ニューグレンジ特有のもので、通路や、石室内にもある。マンシチリア、北ウェールズのアングルシー島の沿道糞などに見られる三脚どもえにも、 似ている。ニューグレンジには他の園石にも同様の彫刻が見られる。しかし、ブルーナ・ボーニャ全体で見れば、ノウスの方が彫刻された巨石が多い。マーチン・ブレナンはボイン渓谷の巨石芸術について詳細に研究している。彼は、束の用途を天文学的なものだと考え、そのことと関連づけて、それらの模様を象形文字として解読しようとした。 入り口の上にルーフボックスがある。年に一度当時の朝、日の出の際の太陽光が、約17メートルの長い通路に差し込み、部屋の床を照らす。偶然このようになったとは考えにくい。MJO ケリーは1967年12月21日、現代人としては初めてこのイベントを観測した。太陽光は、おそらくこのために考案されたと思われる。 ルーフボックスと呼ばれる入り口のすぐ上の開口部から差し込む。円道墳でこのように太陽光を考慮して設計されたものは一般的ではなくルーフボックスを備えた数少ない円道墳である。ルーフボックスは入り口の上にあるため、やや斜め髪型から日光が差し込むため、石室の床が照らされることになる。現在は、 日の出から4分後に日光が差し込むようになっているが、地球の再差に基づいて計算すると、5000年前には日の出と同時に日光が差し込んでいた。ニューグレンジの正確さは、同様な現象が見られるドースや、スコットランド沖にあるオークニー諸島のメイズハウよりもずっと高度である。今では、ニューグレンジを訪れた観光客にこのイベントを再現してみせるため、 伝統を使っている。ツアーの最後に観光客が石室にいる状態で、照明を切り、当時の日の出方向から伝統で石室を照らす。このため、どの時期に訪れても、当時のイベントを疑似体験できる。また、ニューグレンジを訪れた人々には、くじが配布され、抽選で何人かが、当時当日のイベントに招待される。 このくじの導入と伝統を使ったイベントの再現により、ニューグレンジは人気の観光地となっている。考古学会では、ニューグレンジは墓だとする説が優勢である。最深部の十字型の部屋には、石の鉢がいくつもあり、そこに仮装された人骨が置かれていた。発掘に際して5体分の人骨の一部が見つかっており、これが墳墓説の論拠となっている。 しかし天文学、工学、周辺の遺跡群との位置関係や、神話も考慮した解釈もいくつか提唱されている。これが建設された、新石器時代には、太陽が信仰の中で重要な一部となっていたとよく言われている。また、ノウス、ドース、さらには、ラフクルーのケアンの配置は、これらが暦や、天文学の装置として機能していたという説を補強している。 かつてニューグレンジの塚の周囲には巨石の柱が環状に建てられていたとされ37個あったと思われる巨石柱のうち現存するのは12個である。しかし炭素年代測定によると巨石柱で塚を囲むようになったのは約1000年後の青銅器時代のことだった。巨石柱の位置は後世に建てられた環状。 牧中列と交差しているため、巨石柱が一旦移され、後に元の位置に戻されたとする説もある。これらから、ニューグレンジは数千年にわたって使われ続けたと見られており、たった五体しか埋葬されていない点との矛盾が指摘されている。アイルランド神話によれば、ニューグレンジは妖精の塚であり、トゥアハデラナーンが住んでいた。ダグザ神が建てたが、 息子、オエングスが後に、父からそれを騙し取った。オエングスの母である女神ボアーンの名を冠している。ボアーンはまた、ボイン側を作ったとされている。別の物語では、英雄空風鈴が建てたとされている。ニューグレンジにまつわる神話は、アイルランドの歴史と神話のうちでも、ケルト人の時代のものが多いが、この遺跡は、ケルト時代の2000年以上前から存在していた。 ロッホクル、ニューグレンジなどは、天体観測も行っていたダーナ神族とか代わりがあり、一つの霊ラインを形成していてラインはフランスにある、巨石群にまでつながっている、ともされる。ありがとうございます。